鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日はですね、Go Blue のケーブルの件をやってみたいと思います。それではやってみましょう。ということで、以前ですね、Go Blue のレビューの時に、FIO のケーブルが認識しなくて、いろいろ試したんだけれども、FIO のケーブルとか、あとシャンリンのケーブルとか、これも FIO だったかな、いろいろ試しても、認識しなくて、なので、付属のケーブルと、あと別の OTG ケーブル、これだったらちゃんと認識して、そしたらですね、その後コメントいただいて、FIO の新しい OTG ケーブルが出たよっていうことで、LT の LT3 がリリースされたと。で、音もいいっていうことだったので、早速、オーダーして、結構時間がかかったんだけども、届きました。なので、早速開封レビューしたいなと。このパッケージに入っていまして、LT-LT3 というやつですね、になるわけです。でですね、まあ、FIO の、OTG ケーブルというのはいろいろ出ていて、USB to Lightning については、たくさん、やってるうちにたくさん集まっちゃったんだけど、LT は、ちょっと不良って書いてあるんだけども、これ、なんか断線しちゃったんですけども、これ LT1。と、その後ですね、これは、C2C なんだけれど、こういう編み込みの LT2 っていうのが出たようなんですけれども、試していないんだけど、単結晶の銀メッキ線の編み込み線という。そして今回 LT3 という風になったわけですね。これは編み込みじゃないんだけれど、コネクタはアルミの合金。もっとも LT1 もアルミ合金だったと思うんだけど。で、中の線は高純度の銅線で、スズメッキということのようです。おそらくこのコネクターの中の結線もいろいろ変わってるのかもしれないですね。まあ、これだけ1、2、3って変更してるところを見るといろいろ課題があったのかなと。まあ、そういう意味で iPhone のライトニングって結構厄介なんだところかなと。Go Blue についてはもう LT1 はじめシャンリンのケーブルとかいろいろなケーブルを試してみたんだけれども認識しなかったということでですね、Bluetooth の併用のダックっていうのは、こういうドングルダックとはちょっと違って Bluetooth のオンオフとかソフトウェアがのコントロールが入る分不安定なところは要素はまああるんだろうなという感じがします。で、まあそこに対応したのがこのケーブルかなと、LT3 ですね、ということでサウンドチェックをしてみたいなと。 Go Blue、これでずっと聞いていたわけなんですけれども、LT3 でやってみると。それで、接続するイヤホンは Qi のクインテットで確認します。それと、A5 線の方もちょっと確認をしてみたいなと思います。この DAC 自体も、今まで聞いていたこのアステル&ケルンの DAC も、ちょっと試してみたいなと。接続をしてみます。こういうことになって iPhone とてもスマートな形になったなということで、まあ、使いやすくなったと。ここからとこっちですね、はい、ここに挿してと、これで確認をしてみたいなということですね。もう最初から、音がふわっとこう、あ、いい音だなという感じになりましたね。一個一個確認してみたいんですけれど、で、ベイビーフェイス。出だしのベイビーフェイスの声の震わせ方。4小節目にちょっと語尾を上げるところがあるんだけど、すごくそれが明瞭になっていることに気がつきました。全体的にも元気というか、非常にプレゼンスを感じる。それとあとですね、リムが周りに響いて帰ってくるっていうところも音空間のリッチさが感じられましたね。でそもそも一聴してですね、世界観が変わった感じがしました。音空間の中に声の輪郭がすごく明瞭になって、スティービーの声もそこに感じるし、背景の音がたくさんバックにいることを感じるんですね。で今までアステル&ケルンを聞いてたんだけども、
逆転をした感じがしました。解像度が高くて音の世界がしっかり描かれて出てくるというイメージですね。とあとですね、サマーウォーカー&アリー・レノックス、出だしの、リムなどパーカッシブな音が左右に揺れて、でギターのエコーバックとパンが飛んできて、そして それにキックとベースが加わって、特にキックのバスドラムがすごくリアルになってくるんですね。しっとりとした中にボーカルとコーラスが渋い感じで伝わってくる。で、広がりとデッドな音たちと、右にはハモンドなどいろいろな隠し味が左右から出てくる。で、コーラスも幾重にも出てくるし、エレピもすごく効果的に聞こえますね。それとあと後半のアリのボイスもなかなかいいなと。あちこちから散りばめられた音がエレピのサスティンとともに広がってきて、エンディングの減衰もですね、すごく丁寧さを感じます。とてもいい感じと、それからあとフラワーズにレインと広がりが良くて、ギターもすごくリアルでボーカルもとってもくっきり聞こえる。それでキックとベースがしっかりタイトになってきて、やはり周囲の音がいい感じで包んでくれるっていう、そういった意味で途中からの神聖的な音の囲みもよく表現されているなと。キングシス出だし4小節目4拍目のシーンという音もしっかり出て、ボーカルは、とっても発音が明瞭に聞こえて輪郭がはっきりして、コーラスも含んで、周囲の散りばめられた音とか解像度が上がった感じがします。あと、まあ、琴の音もクリアだし、それと、あと、ベース音がズシッとして、よりスピーカーの高音質に、近づいたような音の鳴り方なんだけど、でも出すぎることはなく、全体をサポートされているという感じがします。フォープレイ。落ち着いた、音空間に、リトナーのエレガットの響きがとてもいいし、その後のスネアもすごく臨場感が出ているなと。ピアノのバッキングも広がる。途中からのリムがまたよりよく、あたりにこだまして、エレガットのバッキングも非常によくわかる。解像度が一段上がったなという感じがします。バッハ。きらびやかで、ローからハイまで、弦とチェンバロのアンサンブルがとても気持ちよく聞こえてくる。で、秀逸な音空間だなと。チェンバロの左手もよく聞こえるし、そしてチェロなどの弦も低い音を網羅した響きで、とてもホールサウンドを感じるなといういい感じで、アリアナグランデ、出だしのローも含めたシンセの揺れる音に、ボーカルが綺麗に出て、バックボーカルもリアルだし、その後にわーっと潮の満ち引きのように音が揺れながら埋まっていく。弦のスタッカートも小気味よく、低い部分もチェロやコントラバスと思われる熱いサウンドが埋めてくれていると。その中で左右からのバックボーカルの息遣いも伝わって、とてもいいサウンドだなという感じがします。トーンスティッシュ、柔らかい新生音に、キックとベースとスネアがタイトに始まるところが非常にコントラストを伝えてくれる。特にベースがいいですね。ボーカルは反響を抑えているけども、キックは逆に反響して聞こえてくる。で、そこにギターのカッティングがわずかに聞こえるんですね。左右のパーカッシブなダウンも効果的に振ってくるという感じ。はい、ジェイオ、これもたくさんのパーカッシブな音が左右を埋める。左ではハイハットが刻んでるし、でベース音がそこへ静かに加わってくるというと、その音が部屋の中に響いてくるというイメージが、とっても感じられると思います。そしてボーカルの静かな佇まい、後ろで何かシャーンって言ってるような音も感じるし、音がまあ飛び交っている様子がとてもよく表現できてるなと。あとスノーアレグラ、最初のハイハットの刻みがしっかり届いてるし、そしてスネアとキックがタイトに出てきて、そこにベースがズーンとこう来る。そのしっとりした音空間にボーカルのエコーバックも広がって、エレピのサスティンもとても美しく、
音のステージが過不足なく伝えられて引き込まれる、サウンド空間だなという、とトニー・ブラクストン、出だしからコーラスの重なりがよく分かって、トライアングルも繊細に刻んでいるし、ボーカルのニュアンスがしっかり伝わって、エレピのバッキングも、よく分かる感じ、それとあと奥でコンガが聞こえるのが初めて分かりました。あとキックとスネアが実はしっかりリズムをサポートしているんだなっていうのも分かりましたね。音空間が非常に魅力的に寄せてくるというイメージでした。はい、ということでですね、新しい LT3 の OTG ケーブルでなんか新たな音空間を感じたと言っていいんじゃないのかなと思います。で、確かに以前使っていた付属のケーブルを差し替えてみるとやはり違うんですね。すごく音のステージがわーっとこう寄せてくる。で、それと試しに DAC をアステル&ケルンの AK03 に変えたんですけれど、やはりゴーブルーの方が音のステージが明瞭だなって感じました。まあ、それだけこの LT3 のケーブルでゴーブルーの音が進化したのかなという感じがします。で、あとイヤホンも A5000 に変えてみたんですけれども、クインテットの方がプレゼンスがあるというか、腰までのローの領域もしっかりして生々しさというのかな、奥行きを感じるっていうのかな、まあ、今回のおこれはすごいなっていう音のステージ感っていうのはやはりクインテットが影響しているように感じます。キウイのクインテットとゴーブルーの相乗効果ということも言えるかもしれない、ということでですね、総じてこの組み合わせでとてもクオリティが違うなという感じがしました。臨場感がとても豊かで、しかも細かく音も伝えてきてくれて、音空間が埋まってくる、新しい音も感じるようになるし、であとポイントとしてやっぱりワクワク感がこう最初に聞いただけでもこうワクワク感が感じるっていうのが大きいですね。という意味ではこの LT3 っていうケーブル、なかなか正解だったのかなという感じがします。まあ、Go Blue が実にプレゼンスが出て、細部もよく出てきて、全体としての活気もある感じで、なんか進化が出てきたっていう雰囲気ですね。これが本当の Go Blue っていうふうに言ってでもいいのかもしれない。ただ一つ気になるところは、ジョブが裏に行った時に止まっちゃうことがあるんですね。これこう聞いていて、これがロック画面になったりする時に音が止まっちゃうことがあるんです。で、これっていうのはやはりこの Go Blue の Bluetooth 併用の弊害かもしれないなと。ちょっと要は Bluetooth との切り替えっていうのはソフトウェアで多分コントロールしてると思うんだけれども、微妙な相性の問題が生まれるのかもしれない。BTR7 でも同じような経験をしました。そういう意味ではこの iPhone の、ライトニングっていうのがちょっと課題なのかもしれないですね。ただし音は、クオリティが一段違ういい音になったということですね。これは特筆すべきところかなというふうに思います。ということで、今回は Go Blue の OTG ケーブルを FIO の LT3 にしたレビューでした。まあ、これが本当の Go Blue の実力という感じでしたね。ということで、あとですね、Apple は7日にイベントを開催するみたいです。どうも iPad 関係の発表があるんじゃないかなと思います。まあ、これも非常に楽しみだなということで、この Vlog では、Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて、気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。